こんにちは、こそばー。岩手に生まれ、銀河を泳ぐ、間違った、ぽちゃんでやんす。岩手県ってね、とにかくアイス王国なの。アイス、とにかくアイスクリーム、ご当地ソフトとかご当地アイスがいっぱいあるんでやんすよ。お酒が好きな人にはたまらないアイス食べてきました。そう、葛巻町では葛巻ワインってすっごい有名なんでやんすよ。ワインソフトっていうものをね、食べてきたんですよ。なんか、ワインってまずどんな味、ブドウ発酵だよねみたいな、分かんなかったんですけど、食べたらもうめちゃめちゃ美味しかったんですよ。それを動画に残してきたので、ちょっとワインソフトですね。はい、ワインソフトいただきます。匂いがもうワイン、めっちゃ美味しい。クリーミーだけどちゃんとブドウの味もして、ワインっぽい。ワイン飲めないお子様とかでも全然美味しく食べれますよ。うまっ。皆さんもぜひ葛巻に行ったら葛巻ワインソフト食べてみてね。いかがでしたか？めっちゃ美味しかったですよ。本当に濃厚でね、ワインもちょっとブドウな感じだからすごい美味しくて、マッチでした。はい、皆さんもぜひワインソフト食べてみてくだんせ。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうござんす。ござんすござんす。